こんにちは。こんにちは。どうですね。なんか内見会よかったね。やっと終わりまして。はい。本当にもうまだまだ過去一の。ね、めちゃくちゃ良かったんじゃないですかね。ご来店数とご予約数いただきました。ね、爆裂良かったですね。もう更新させていただいております。はい。はい、まあそんな中で今回はその。なんだ出てんぞ疲れがね2020 MS ミッドサマー、はい、ミッドサマーの、ちょっと新作を一部紹介と、はい、まあ、これ恒例になってたね。そうですね、以前も、ね、301のヴィンテージフィニッシュが、はい、まあ、初めて出るということで、うん、以前こういう内見会の時に、まあ、これはっていう商品を一つ選ばせていただいて、うん、まあ、紹介したところ、はい、まあ、YouTube の方出したところ、やはりご予約がかなり増えていただきましたので、うん、今回も一発撮りということで、はい、商品を撮りしていただきたいな。もう神々の僕が一発撮りはねしんどいんですよ、はい、はい、なかなかねしんどいんですけど、しっかり喋れるように、頑張ります。はい、早速、はい、すいません行ってまいりましょう。はい、あのね、まあ、またいつもの通りラストリゾートデニム、まあ、僕らのところでそのヴィンテージのデッドストックをもう解体解剖、そしてね、もう分析して、まあ、綿の繊維長の長さから全てを、まあ、もうこのデータ通りに、再現したあのラストリゾートデニムの着なり、あんまりその数量はないんですけど、今回は初めてこのヴィンテージのねフラップ付きのファースト、これですね、オリジナルで、はい、このヴィンテージをベースに作りました。初めてなんですよ。僕らのところもう一回もこのファーストってやったことなくて、はい、昔やったそのなんだろうな、ストアブランドのファーストとかはやったことあるけど、もうガチのリーバイスのファーストのベースにして、まあこうリプロダクトするっていうのは初めてなんですね。うん、で一応もう本当にそのポケットの部分とか、まあこれね針刺しっていう、まあバックル、このバックルね、バックルが針なんですよ。で針じゃないバックルになると後期型って言われるんですけど、はい、まあこの前期型の方のファースト、こちらをベースに作ってるんで、針もまあ針刺しのバックルにしてあったりとか、あとねディテールがここがまあ年代判別になると思うんですけど、ボタンとこのボックスのステッチね、プリーツを押さえるボックスのステッチがずれる、うん、この部分ね、この部分が揃う、高さが揃うと後期型になるんですよ。はいはいはい、そういう部分とかも、まあ、そのまま初期型のディテールを踏襲して、で、まあ、セカンドタイプ、うちでいう 406WX と比べるとこの腰帯の細さがファーストの方が細いです。でカフスは内側、うん、でね平置きにするとファーストってね T なんですよ、こうなるんですよ。そうね、はい、大体こうなってますね。そうです、普通のやっぱりアウターってやっぱこう下にね、はい、傾斜をつけないと肩がこうなんていうんでしょう、張るんですよね。腕を上げた時とか張るんで上げづらいんですよ。でただまあこれはもう本当に当時の T 型にかなり近い、それでもちょっとやっぱり傾斜は入れてるんですけど、うちの406よりは T の形になるように作ってます。でまあね、ファーストの部分のその地の目だったりとか、そういう部分は全てデニムの生地の当て方は着なりでもちゃんとこっちが縦地になって、うん、こっちが縦地になってっていう地の目は全て合わせてます、はい、でまあ見どころとしてはポケットね、これねちょっとねホームベースって言っても結構これみんなやんないんですけど、うん、こっちの方がハの字になってちょっと開くんですよ。おお、これもね全部じゃないかもしれないんだけど、うん、まあ持ってるヴィンテージやっぱ見てるとこのポケットの大きさがこのボディに対して結構でかいのと、うん、ハの字になってるんですね。こっちの方が狭くてこう広がってる下に、はいはいはい、うん、このいびつな形をポケットも再現してます。おお、どうでしょう。はい、あとやっぱりこう目立つのはこのボタンですよ。はい、でね今回はスタッフ総動員で結構手作業入れました。で本当は
こうやって鉄のボタンに亜鉛メッキっていうので、うん、メッキをかけて錆止めをしてるんですよ、はい、でもこれをなんていうんだろうな、あのボタンもこのヴィンテージによってはすごく白く残ったものがついた状態でこう残ってるんですよ、うん、はい、このそのあの錆止めが、はい、で それがですね、なんかこういうなんか白く濁ったボタンになんかあの当時のその色の雰囲気に合わせてわざと今回はこれ塗装して、白く塗装した上にヤスリでスタッフ総動員で、はい、みんなでシコ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 とボタンを削ってこの雰囲気出しました、はい、内職込みでのお値段、はい、すってなんか空いてる時間にみんななんかあれだからレジ横でなんか擦ってるぞみたいなことを東京のスタッフみんなでやってました、はい、っていうのをボタンをつけて、このファーストを作りました。まあ、まずはまあこの形自体が初ということと、そうですね、まあ、ボタン自体も初めての、うん、なのでかなり、ね、まあ、さらに、以前も出しましたこのきなりの、ね、うん、タイプも、はい、もう一瞬でなくなりましたね、そうですね、昨年、はいはい、で前のやつは対戦モデルのやつはちょっと遊び入れてオレンジのステッチで全部こうわざとこうステッチを効かしたんですけど、今回は全部きなりの糸で縫ってわざとそことは違う印象に持ってってます。なのでまあ前回のあの対戦モデルの方を買ってくださった方でも着用もできますし、まだこれもこれでいいんじゃないかな。ボタンの色も全然月桂樹じゃないし、今回はもう本当に白く塗装したボタンを使ってるんで遊び心も効いてて面白いものなんじゃないかなと、着合わせもまた別のもので合わせてもらえるんじゃないかなと思うんで、はい、まあ、ラストリゾートの、ね、着心地っていうのはもう、はい、長年言わせていただいてますけども、はい、もう本当にこう気に入っていただいているお客様が多いので、はい、まあ、さらにこのね、うん、染めてないものというものの、そうですね、独特のこの着心地っていうのがあるので、はい、ちょっとそちらも、ね、うん、体験していただければと思います。そしてさらに、うん、そうですね、このブラックで、これはね、もともとこの、今のあのシューが着てるきなりのラストリゾートのGジャンをそのまま黒く硫化染めで後染めにしたものですね、うん、なんで硫化染めなんで、あの着用していっていけばあの色も抜けていきますし、今の時点でやっぱ染料ガーンと入れてで、まあ洗いも結構かけてるんで、もう洋服の縫製とか全部もうパッカリング出てきてるんで、ここの部分が色落ちするとさらに雰囲気出ます。でこっちはね、ボタンがあの塗装してないボタンを使ってるんですよ。でその代わり塗装してる最中に、まあ染色してる最中にもうすでに錆剤が抜けて、錆ともうこの染料がちょっと残って独特なボタンの色合いになってるんですよね。はい、なので結構あの面白い、うん、そうですね、まあ硫化独特のその墨黒のような色落ちになっていくって感じですよね。そうですね、でもう実際もう今もあの全部染まりきれないからちょっとこういう少し白く浮いた部分とかもあるんですけど、うんうん、こういう部分も味として捉えてもらって着合わせしていただければ、であまりねあのそのこれから染色したからっていってそこまで縮率が入ってるわけじゃないので、だいたい同じサイズで着ていただくことができるので、これ僕でM サイズ、あ、まあでもかなりゆったり、うん、まあ、やっぱり M ですね。そうですね、でね、やっぱりポイントとしてはこのナチュラルの何にも染めてない糸って、ホワイトデニムと違ってブリーチみたいなものでさらしてないので、うん、あのきなりのそのまま糸の状態、きなりの糸の状態のままのもう本当の自然なナチュラルな色なんですよ。だからあのちょっとこの真っ白っていうよりかは黄みがかかってて、うん、あの多少の汚れとかがねあんまり目立たないので、そうですね、まあ、うん、逆に言うとちょっと汚してなんぼという感じですね。そういう着方していただいてもすごくかっこいいんじゃないかなと思うの でまたインディゴとは違うので気軽に洗って、うん、ちゃんと綺麗にしてもらってもいいし、そう徐々にちょっとこう黄色っぽくなる様もいいですよね、うん、そうですね、まあ、なので、はい、まあ経年変化というか、うん、そういう部分も楽しんでもらえればなと、うん、思います。はい、ついでにそうですね、この同じデニムを使ってこの、まあ S301 型のこれが品番はね、ごめんなさい、314WX にしてます。で、お値段はね23,000円に消費税でやってるので、結構これはお値段的にもお買い得の
プライスゾーン、そうですね、はまりました。そして、ボタンがこの鉄製月桂樹ボタン、そしてポケットのスレーキにチェックの生地に、ツイルの生地にしまして、でまあベルトループが太かったりポケットのステッチがなかったり片面のタブだったりでね、ちょっとこのパッチはどうしても革だと洗っていくと移線しちゃうので紙でやってます。でここもね切りっぱっていうディテールなんですけど、まあこういうのは40年代ねディテールですけど、それをそのまま再現してます。で今回はさっきも言ったようにこのパンツも上下で着れるようにしてるので、ステッチをナチュラルにしています。あ、もう一緒にね、そうです、ついってことですね。そうなんです、うん、でそんなんですけど一応このステッチの太さちゃんとね、太いやつも細いやつも見えないんですけどちゃんとステッチの太さとか使い分けてます。はい、なので結構ちゃんと作ってるので手抜きはしてません。しっかりやっております。しっかりやってるんで、はい、はい、っていうね、この上下でこうセットで着ていただいてもいいですね。はい、まあ別々でも、はい、なかなかまあちょっとこう白パンっていうのは、うん、履きにくいっていう方はちょっとね、きなりのこの辺のお色目も試していただければと思います。そうですね、真っ白だと着づらいんだけど、例えばインディゴとこう合わせてもらったら、まあ、そうですね、やっぱり結構使いやすかったりするんで、うん、はいはい、小綺麗にこの中にアロハとか着ちゃうと結構かっこよく夏のファッションも着れるかなと思いますので、春夏大活躍ということで、はい、最後にじゃあデリバリーは、そうですね、この辺が4月末かな、はい、これが4月末こっちが 5月だったと思うんです。5月末か6月末だと思います。この辺はちょっとまた随時追って、ね、ちょっとジーパンの方だけね今めちゃくちゃ混んでるんで、はい、デリバリーをちょっと伝えられないですけど、 G ジャンは確定してるので始末には4月ぐらいが一番気の気ですよね、切れるかなと思ってるんで1枚でこちらの方はまあ前回のデニムジャケットも始末でやったんで、ファースト、そうですね、はい、なので同じタイミングで考えていただければと思っております。はい、まあ、なのでまた、はい、ウエストの方はリニューアルもありますので、はい、まあ、その間にまたお電話いただいてもいいですし、はい、ご来店いただいて、はい、まあ、ちょっとスワッチ見ていただくのもよろしいので、ちょっとご検討いただければと思っております。はい、よろしくお願いします。またね、ちょっと新作またこう案内しますので、いろいろ楽しみに見てください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。